母にまた作ってほしい料理とかあります？まあ実家帰って食べたいのはやっぱ親の味噌カツ、あのペラペラの安い肉に明美さん特製の味噌がかかってる頑張って作ってくれた味噌カツ、まあ、うちサラリーマン家庭だから裕福ではないから、あのね、裕福ではないって言ったら失礼か、まあでも一生懸命育ててくれたんだけど、まあ、お金持ちではないっていう意味ね。そう、なんかスーパーで買ってきたとんかつを包丁とかで薄く伸ばして、ほんと下敷きぐらいのペラペラのとんかつなんだけど、なんか特製の味噌がかかってる、あの味噌カツが好きなんだよね。あと卵焼きとか、やっぱ肉じゃがとかもそうだよね。あの煮物、やっぱ煮物だよね。そう、母の味イコール煮物だよね。だからカレーライスとかはさ、自分でも作れるけどさ、だから煮物ってさ、親の味に近づけらんないんだよ。なんだろうね、カレーってなんとなくできるんだよ。でも筑前煮とかそうなんだけど、煮物ってやっぱね、母親しか作れないんだよ、あの味って、うん、同じ調味料使ったって無理なんだよ。やっぱりこう年季の入った鍋でね、作るのがいいんだよね。でもたまに母親からメール来るんだけど、だんだん意味わからんメールになってきて、更年期でも入ってきたのかなと思ってんだよね。もう60代だから、そう、いや、ない、メールの内容が意味がわからなくなってきたんだよね。感情の起伏が激しいというか、めっちゃテンション高くて、え、元気な時は元気なんだけど、なんかあのテンションが下がってると、そちらに遊びに行ってもいいですかみたいな内容が来たりとか、いや、ダメに決まってんだろうと思って、そう、今どんな時だと思ってんだみたいな、なんかそういう風になんかちょっとなんか急に落ちたりする時があるから、うん、あのリアルにその更年期的なやつなのかなと思って。そろそろ豆がやばいんじゃない？間違いなく12歳以上だって、俺配信12年だから、もうその時からいるから。ただ一番心配なのが豆が死んじゃった時の両親だよね。やっぱ10年以上一緒にいるから相当落ちる気がするから、それだけが心配だよね。うん、まあ俺も寂しいし悲しいけど、両親はもう60超えてて、親父なんかもう70近いから、まあ、それなんよね。だから長生きすればするほどさ、感情も大きくなってくからさ、そこなんよ、俺がペットを飼わない理由もわかるからさ、きついやん、マジで。うん、必ず来るじゃん、終わりって。必ず来るんだよ。だから自分が先死ぬか、犬猫が先死ぬかどちらかで、ペットが先死ぬかどちらかで、必ず死は来るんだよ。だそれが、もうなんか、長くいればいるほどでかくなるし、きついんだよな。だったら、別に今幸せだったら、無理に、ペットを飼ってさらなる幸せを手に入れなくてもいいかなってなるんだよ。例えば、生きてて辛い人。あ、ごめん、飛んだ。もう本当死にたいとかさ、そういう人が、ペットを飼う分にはいいけど、今俺満たされてて幸せなのに、この上でペットを飼ってさらなる幸せってなんかちょっと違うなと思って、なんか飼えないんだよね。うん、だからもう心がちょっと傷ついてる人とか、満たされてない人とかがやっぱり犬とか猫とか言葉は喋れない分、やっぱり人を癒す力があるじゃん。うん、だそういう人たちがやっぱり飼った方がいいのかなと思うんだよね。うん、だ俺はもう絶対飼わないですもん。うん、十分だから。で、下手にそれで飼ったら、もし死んじゃったらもっとへこむし、なんか幸せだけど生きてる間はね、必ず来るもんだからね。え、ハムスター買おうとしなかった？あ、買おうとするのはいつものことです。でも買わないですね、あの金魚とか犬とか猫とかね、言うには言うんだよ、でも絶対買わないから。うん、欲しいなーって言うだけ、欲しいなーって言ってみんなの前で口に出すと、もうそんで満足するんだよ。飼った気になれるというか、もう犬猫欲しいっつって動画見たりとかして喋って、もうそれで寝て起きて満足するんだよ。まあ、みんながみんなとは言わないけど、ペット飼うのってわりかしさ、考えてる人と衝動買いの人って半々だと思うんだよ。もう勢いで買っちゃう人と本当に考えて考えて買う人、どっちが多いかなっていう、本当にイーブンイーブンだと思うんだよね。うん、だけどやっちゃいけないのがなんとなく買うっていうね、家電製品じゃないんだからっていうね。まあでも俺からするとみんながペット飼ってくれてるから、それを見て癒されるから、人が飼ってくれててよ、いいんだけどね。自分は飼わなくても人が飼ってて、その街行っても犬猫とかいるじゃんか。そうそう。それ見て満足するから。うん。むしろみんなが責任を持って飼ってくれてるおかげで、こちらはそれを無責任に眺めてて癒されるわけですから、感謝ですけどね。うん。だって見る方は無責任じゃん。別に何の責任もないじゃん。そう、ツイッターとか見てさ、皆様が飼ってる犬や猫の動画を見て満足してるっていうのは、ね、無責任ながら自分は幸せであって、助かってるけどね。だって俺埼玉県の戸田に、
あの鳥を保護してる人たちがいるんだけど、寄付金送りたいもん。まあ戸田で隣町ってのもあるし、お金ないって言ってるし、なんかいっぱい鳥を保護してその飼育してんだよ。で治った鳥は野生に返してあげたりとかしてて、もあるんだよ。すぐ出てくるよ、鳥でツイッター検索するとよくね動画がバズってる。でね、なんかね感動したのがね、あの海鳥かなんかだったんだよな、怪我しちゃって保護して、でもずっと飼うわけにもいかないから保護してるだけだから治ったら返さなきゃいけないじゃん、野生に。で海辺に行ってね、その鳥をね放つんだけど出ていかないんですよ、ゲージから。もう飼い主が好きで、あのゲージから出て外をちょろちょろって見るとやっぱり戻るわっつってゲージの中帰ってっちゃって、もう出てかないんですよ。それをもう何時間もそこで待ち続けるの、あの飼い主っていうかその保護した人は。そう、自分から出てくまで待つんだよ。じゃないと痩せて生きていけないから、無理に出しちゃってもね。だから自分が飛び立つまで待ち続けるんだけど、まあ最後にその飼い主の顔をじーっと見て、テク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 って海辺にいて、そのまま飛び立っていったんだよね。そう、その動画がバズってて、そう、うわーと思って、なんか鳥とか全然日本語も喋れないし、言葉も喋れないけど、顔つきでわかるんだよ。人に対する感謝じゃないけど、今までありがとうみたいな。そう、だから離れていかないの。うん、だけど、もう自分出てかなきゃいけないんだってのが、鳥もわかるのかどうかわからないけど、時間はかかったけどね、あの、飛び立ってって、もう何日もかかったそうですよ。そう。一回ではね、やっぱりね、帰ってかなかった。そう。だ今日はダメか、今日もダメか、つって、なんかその、なんか3回ぐらい挑戦して、3回目ぐらいに、ようやく、旅立ってったね、その鳥は。で、そこのね、保護してる鳥でね、あの、カラスのビショップってのがいるんだよ。それが可愛いんだよ。カラスって頭いいじゃん。他の鳥ばっかりね、世話するとね、カラスがね、不適されるんだよ。でね、カラスも顔に表情があってね、拗ねてるんですよ。みたいな。なんか頭こんな風にしながら、もうなんか、ビショップって言っても、嘘あら、可愛いんですよ。うん。あ、カラスもこんな表情するんだと思って、そう、カラスってなんかがめついイメージがあるんだけど、うん。頭いいから分かるんだよね。今日自分可愛がられてないみたいな。で、その、保護してる人が、今日はビショップ可愛がってあげなかったから、まあ他の仕事でね、可愛がってあげられなかったから、拗ねてますとか言って動画上げてて、なんか、可愛いなと思って。うん。あとね、なんかそこね、会員もやってたんだよ。会員何かっていうと、やっぱりその、鳥を見る人って鳥飼ってる人多いんだよ。で、もし自分がさ、死んじゃったらさ、鳥って結構長生きだから、ね、幼虫とかさ、人間より長生きじゃ80年とか生きるんだよね。うん。だから、人間、飼い主さん死んじゃって鳥だけ残っちゃうと、鳥どうすんだって話で餌も食べれないし、鳥死んじゃうじゃん。だから、その飼い主が亡くなった時に鳥を引き取るように、会員制度もあるらしいです。うん。もしもの時はっていう。だからそこの保護センターが鳥を引き取るよっていう。うん。だから毎年っていうかその年間費用を払ってると、保護してくれるという、システムもあるそうです。鳥めっちゃ長生きすんだよ。マジで。鳥って賢いよね。言葉も覚えたりとか。うん、動物とカラムシ見てると本当に犬猫さん。俺めっちゃ好きだよ。動物超好き。うん。動物超好きだけど、俺が行った猫島の猫ちゃんが、まあ、行ってすぐじゃないけど、しばらくしてから悪い奴がその猫島に行って猫に毒あげて事件になったんだよ。めっちゃムカついたよね。そう。みんな観光客とか可愛がってる猫が、ね、毒あげるやついて、事件になったんだよ。たまにいるんだよな、ああいうやつな。でも俺マジで思うけど、なんだろうな、人殴ったりするやつも悪いけど、人が人をね、マジで、猫とか犬殺すやつマジ捕まえた方がいいよ。うん、絶対最終的に人間に行くから。うん、だって明らかに分かるじゃん、そんなの死んじゃうって。だけど、犬とか猫とかそういう手出すやつって、絶対将来人間に行くから。もうそんなのは公務の少年でもう分かってる話だし、絶対なるんだよ。うん。病気だから。人と人ってやっぱ言葉が通じるからさ、喧嘩もするじゃん。まあわかるよ。人と人との喧嘩ってのはね。人が猫に喧嘩って、犬に喧嘩って変じゃん。冷静に考えたら。おかしいじゃん。だって言葉も通じないのに。なんでやるのって話じゃん、そんな。うん。だから、それを毒殺するとか、まじぶっ飛んでるから、うん。捕まえた方がいいんじゃないのね。私は、いつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you!
です。